CFD で長期投資について聞かれてますね。ブログを見てみたいとかですね、あと、まあ、何で投資すればいいのか、まあ、おすすめのブログ以外にも聞かれているのが何で投資すればいいのかということですよね。あと、まあ、いくらから可能なんですかというふうにも聞かれてます、まあ、どの銘柄がいいという質問もいただいてますけども、まあ、いくらからかというのは、まあ、例えば CFD だといろいろなあのものが買えるんですけども、例えば金だと最小ロットで900円ぐらいからできたりとかしますね。まあやっぱ投資っていうのは、投資額が大きいほど有利なので、当然お金のレバレッジっていうんですかね、力を借りるので、やっぱり金額が大きい方がいいんですけども、まあ、少額からでも投資をする行動っていうのが大事かなと思います。まあ、ブログについてもですね、いろいろおすすめの、ブログとかっていうのもあるんですけど、まあ、この辺はコンサルでもお伝えしてます。クォータービザ、まあ、フィリピンのですね、クォータービザ。